大浦国際墓地は、長崎県長崎市川上町にある外国人墓地。1861年、江戸幕府が外国人居留地のイギリス領事の要請に従う形で開設した。管理者は、開設から1899年の居留地制度、消滅まで、長崎県、それ以降は、長崎市となっている。老朽化により、表面が剥離した。 母八1859年の開国時、長崎には長崎高生岩のご神寺に外国人墓地が存在していたが、同所は長崎高等岩の外国人居留地から遠く、不便であった。居留地の各領事は幕府に対し、イギリス領事を代表として居留地近隣に新たな外国人墓地の開設を求めた。その結果、百六十一年二月、 外国人居留地からほど近い大浦号阿座さん、新田に大浦国際墓地が開設された。墓地は5段、13列に283箇所の墓所が備えられていた。長崎を訪れる外国人が増加するとともに、大浦国際墓地の埋葬数も増加し、1884年に敷地の拡張が行われるも1880年代後半には満杯状態となった。 このままでは、墓地周辺住民の衛生状態に悪影響を及ぼす可能性が生じたことから、明治政府は閣僚時間と交渉し、1888年4月の坂本国際墓地開設とともに、大浦国際墓地を閉鎖する契約が交わされ、同年7月1日をもって閉鎖された。1991年時点で12カ国の208名が埋葬されており、 その多くは気候中病気や事故で亡くなった無名の船員である。現在では風雨による侵食や老朽化により剥離し、非分の判読が難しくなった母妃が数多く存在している。ありがとうございます。